はい、こんにちは。今日は性格の話をしていきます。嫌なやつほど生産性が高いっていう、なんとも納得をしがたい話なんですけれども、嫌なやつの定義っていろいろある中で、今日は例えばいつも不機嫌とか不機嫌そうに見えるですとか、人の欠点ばっかり探す人とか、それから妬んだり文句が多い、愚痴が多いっていうような人のことを今日はまあ言っていこうかなと思います。で、そういう今言ったような嫌みったらしかったりとか、いつも不機嫌そうだったりする人たちって、一人は周りにいそうじゃないですか。で、ところが残念な話ではあるんですけれども、そういうちょっと嫌だなって思う性格の人の方が、性格がいい人よりもスキルとか知識に長けていたり、獲得するための時間を上手に効率よく使っているっていう結果が出たんです。で、何が違うかっていうと、性格のいい人って頼まれ事をなかなか断れないっていう性格だったりするんですね。なので、いろんなことを引き受けて手を出してあげるんですけれども、結局それに取られる時間とか数が多くなっていってしまって、その結果自分が本来やるべき時間っていうところに、自分の知識とかスキルを習得するための時間っていうのが短くなっていってしまって、なかなかそこが伸びにくくなってしまうっていうことなんですよ。一方で嫌な人っていうのは、自分の好きなものだけに時間を使いたいと、だから根本にあいつに嫌がらせをしてやろうとかっていう、そういうものじゃなくて、他人は他人、自分は自分っていう風に完全に分業してしまって、で、他のこと、自分がやるべきではないって判断したものっていうのは、結構もう簡単にこう、なんていうんですかね、感情的なものは一切発して、当たり前のようにあれやっといてこれやっといてっていう風に押し付けていくんですよね。だから自分が本来取り組むべき仕事とか勉強とか、部活だったら、練習とかに取り組むことができるので、高いスキルとか豊富な知識っていうのを得ることができるわけなんですよ。ここって悩みどころだなっていうふうに思うんですよね。じゃあ、その嫌な性格の人と同じように自分も本来使うべき時間を使うために、その他のことをもう他の人にやらせるとか、頼まれごとをしたら断ったらいいのかっていうと、そういうわけではないので、そこは分業をしていって、本来自分たちが使うべき時間と相手のために使ってあげる時間っていうのを完全に区切ると、だからここまではやってあげるね、ここまでは引き受けてあげるね、だからこの先はやってね、この後は自分たちでやってねっていう風に、自分のやる範囲っていうのを確実に決めていってしまった方が、人間関係もうまくいくし、一方で自分のスキルや知識っていうのをきちんと習得できるしっていう風に、一挙両得を得られますので、嫌な性格の人っていうのは確かにどんどんどんスキル知識っていうのは上がっていくんですけれども、結果長い目で見た時に残念ながら人間関係っていう方がおろそかになっていて、誰も後ろを振り返った時についてきてくれないというオチがちゃんとついてますから、皆さんはいい性格の方をしっかりと取れるように、はっきりと自分がやるべき範囲っていうのを割り切ってしまって、で、ここまではあなたたちでやってください、ここまでは私が引き受けますかっていうやり方をしてもらえると非常にいいかなと思います。なんで他でも、あいよいよやるよやるよってやってしまったら、確かにたくさん人はついていくかもしれないけれども、自分が何がなせる人間なんだろうと思った時に結構虚しいっていう人たちも中にはいるっていうデータが出てましたんで、そういうことにはならないように、両方とも追いかけるちょっと欲張りなことをぜひしてもらえたらいいかなというふうに思います。まあね、こういう話をしていくいるとなかなかその切り分けが難しいっていうふうには思うんですけれども、自分がその人からの頼まれ事とか依頼事を受けて負担にな感じるようなものであったら、もうそれはやらない方がいいんですよ、間違いなく。で、他人の人生を生きている時間っていうのは我々には残されてませんからね、地球がもう何億年、そして人類が始まって何百万年っていう時間が流れてる中の、たった数十年、今100年生きれるか生きれないかっていうような時代の中で、そんな他人の人生を何年も何十年も生きているっていうのは本当にもったいないですから、皆さんが本来やりたいこと、やるべきことっていうことに注力していくために、その範囲分けっていうのをして、依頼を受けるべきなのか受けないべきなのかっていう線引きをぜひしてみていただけたらというふうに思います。今日はそんな、性格に関する心理学のお話でした。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。